撮影したのは首都キーウでボランティア活動などを続けている高垣文也さんです。こちらはキーウ中心地にある高級住宅街。もうほとんどみんな逃げていって、ガランドのような感じになってるんですよ。ここにね、日本食レストランあるんですよ。うわ、ちょっとこれ誰もいてない。閉まってますね。高垣さんが行っているボランティア活動のイベント会場は、会場は停電です。こんな状況です。まあ今発電機回ってんねんけど、これ中電気つくんかな。自宅でも、今日も昼過ぎから停電で真っ暗の中で生活をしています。停電明け、マクドナルドの状況こんなんですよ。みんなやっぱり料理ができんから、もうマクドナルドにごった返してます。今から行ったんですけど、かなり時間かかるな。別の日には、今ね、3時なんですけど、マクドナルドに行ってたら、ミサイルが飛んできました。今放送で皆さん出てください放送がかかってます。